スカッシュは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。スカッシュホンダコレクションホール所蔵社1981年10月21日、発表、同月22日発売。形式名 AB11、モデルコード SC50、排気量 49cc の強制空冷にストローク、単気筒エンジンを搭載し、V ベルト式無断変速機により動力伝達を、 行うスクータータイプの原動機付き自転車である。全長 X 全幅 X 全高イコール 1280X610X930 前後ホイール3.00から8というスモールサイズがセールスポイントで、同社製乗用車 EAA 型シティの純正オプションで同社への積載を前提に同時開発され、 ほぼ同時期に発売された AB12 型元コンポと同様に車載も可能というコンセプトを持つことからハンドル折りたたみ可能なモデルも設定された。乾燥重量はキックスターターモデルで 46kg と元コンポよりわずかに重いがエンジンの最高出力は元コンポの 2.5PS5000rpm から 3.0PS6000rpm へ向上。 また CDI 添加装置並びにオートチョークが搭載される。本モデルは月間販売目標台を8000台とし、以下の3バリエーション並びに標準販売価格を設定した。なお、販売に際して僕らのスニーカー、面白スクータースカッシュのキャッチコピーを使用、イメージキャラクターにはタモリが起用された。当時としてはカラーバリエーションが豊富であり、 特にピンクのものが人気があり、巷でスカピンと呼ばれた。ありがとうございます。